ハロー、スラマスちゃん、こんにちは。カリニサヤミヌム、日本酒、イニアルコールや、生日本酒に、フサの九十九里、プルサハンダリー、柑橘名城や、イニカン、純米吟醸、ジャディ、ダリー、ブラスサマー、米麹、サジャや、ワクトビキンや、アルコホール、ウナンブラス、イニア、はい。ダンワクトゥサヤミヌン、イニカンティダトゥルルハルン、タピピアサビアサアダハルミヤ、イトゥハルミヤバグスタピティダクラス、ダンアダアサマン、酸味ですね、酸味、アダカレナスガール、ステラミヌミヤタピアダカヤラサニアカヤ、バグスウントクサママカンマカンニア、ビサマカン刺身イカンダギンマカナンリガンオケヤ、サキラチョチョキトゥヤ、はい。ですね、今回ですね、千葉のお酒ですね、飲んでみたんですけれども、柑橘名城というところでですね、作ったお酒で、フサの九十九里というお酒を今回飲みました。で、今回の、日本酒はですね、純米吟醸で、原材料がですね、米麹ですね。で、アルコールが16度。で、精米部合が 60% といった風になっています。で、こちらですね、通常火入れ2回すると思うんですけども、1回火入れのものでしたので、2回火入れのものよりはですね、香りが、ふわっと飲んだ時来てですね、良かったです。ただそれほど強い香りではなかったので、食事中にですね、合わせて飲むといいかなといった印象です。で、酸味もですね、ある程度あって、割とキレはいいんですけども、コクがあるので、その味がですね、後に、残るといった、一番最後に残ってるなといった感じです。はい。もしですね、千葉の方を旅行行くんであればですね、ぜひ食事中のお酒探しているということであれば、買ってみるといいと思います。カロアンダープルギーク千葉、ダンボレミヌンアルコホールチョバチャリー日本酒バグスジュガヤディ千葉アダバニャクマッチャムヤ、はい。カロアダプルテニアンナンティコメテルディバワヤサンパイジュンパラギー。